あなたと猫と音楽と矢作好みです。今日はホレス・シルバーのニカズ・ドリーム、ニカの夢を聞いていただきました。私がジャズピアノを始めたばかりの頃、ブルース・フォ・ニカっていう曲を発表会で聞いたんです。ニカって誰かしらって思っていたんですけどね、それからだいぶ経ってこのニカズ・ドリームを聞いて、もしかしたら同じ人かしらと思ったら、同じ人でした。
ニカというのは愛称で、本名はパノニカル・コーニングスウォーター。男爵夫人なんですけどね、もともと由緒ある家柄の方なので、正式なお名前はもっと長いんです。バロネス・キャセリン・アニー・パノニカル・コーニングスウォーター。まあ、この方、もうジャズの大ファンで、たくさんのミュージシャンを経済的に支援したパトロンだったんです。それでミュージシャンは、曲を書いてニカに捧げたんですね。まあ、その中でも一番有名なのがこのニカズ・ドリーム。先ほどの、ブルース・フォニカは、ピアニストケニー・ドリューの曲です。あとはセロニアス・モンクのパノニカという曲が有名ですね。それくらいしか私は知らないんですけど、まだ他にも20曲ぐらいあるそうです。パトロンね。コンサートをやりたいときはいつでも言いなさい。会場を借りてあげるよ。クリスマスにはディナーショーをやったらいいよ。帝国ホテルを借りたからね。一流ホテルでやるからには一流の衣装を着なくちゃいけない。君の気に入ったドレスを買いなさい。50万くらいポン。いいですね。でももしそんな人が現れたら気をつけなくちゃいけません。危ないですよ。世の中そんなうまい話なんかあるわけないんですから。でも、もしパトロンをお申し出くださる方がいらしたら、いつでもお受けいたします。50万のドレスじゃなくていいです。5万でいいです。ん？もう一桁減らせ。そんなら自分で買います。まあ、私の夢はさておきまして、ニカの夢ですけれども、ジャズが認められる音楽になるという夢。詩の中では本当に一言だけなんです。Jazz would one day be the music of the future. でもこの曲が書かれた1956年、50年代っていうのはもうバップの全盛期ですから、もうすでにね、ジャズはもう一つの音楽のジャンルとしてはもう当然認められていた時代なんですけれど、まあでもね、詩の中にその一言で、将来さらにね、ジャズが、価値ある素晴らしいものになって、もう多くの人に認められると、まあ、そういう、意味はわかりますね。そしてホレス・シルバーがね、我々ミュージシャンがその手助けをしようじゃないか、そしてジャズの歴史を作っていこうじゃないかって歌うんですね。もうジャズをやってる方は皆さん同じ気持ちだと思います。もうミュージシャンのテーマソングみたいな歌ですよね。ただね、ジャズってやはり難しい音楽には違いないといつも思うんですね。もう私もまだ未だにもう分からないことだらけですし、まあ、ライブコンサート行きましても、やはり難しいなと思います。もう素晴らしいミュージシャンになればなるほど、やはり自分の音楽を追求していくとね、まあ、どんどん難しくなってしまうんですね。まあ、何の分野でもそうだと思うんですけれども、絵画でもね、綺麗な絵を描いていたと思えば、そのうちわけのわかんない絵を描くようになりますでしょ。まあ、そんな感じで、まあ、どうしてもその一般大衆とこうだんだんこうかけ離れていってしまう、まあ、それが難しいところですね。それにジャズの定義もうあまりに広すぎて私もわからないんですけども、なんか民族音楽みたいなのもあるしね、これもジャズ？あれも？っていう感じなんです。まあ、昔からね、ラテンがあったりフュージョンがあったり、
まあ、いい音楽は何でもやるっていうのがジャズですから、まあ、しかもその All That Jazz っていう言葉がね、何でもありっていうもう慣用句になっているぐらいですから、まあ、そういう意味ではもういいものだったら何でもいい、まあ、それがジャズといえばそうなんでしょうね。まあ、その中で私のやってるスタンダードなんていうのはほんの一部でしかないんですけれども、まあ、ジャズを聴き始めるその取っかかりとしてはやはり、曲が分かりやすくて素敵で、歌詞も素晴らしくて、まあ、やはりジャズの中の古典ですからね、もう廃れることはないと思いますし、やはりその演奏でね、その簡単なもう中にはなんかつまんない曲だと思うような曲もあるんですけど、それが演奏によって本当に、別のものに生まれ変わるって言いますか、その本当に命を吹き込まれるというかね、それがジャズの一番の魅力じゃないでしょうか。曲の素晴らしさ、それからそういう演奏の素晴らしさ、ミュージシャンそれぞれの演奏によってね、全然違ってしまうその面白さ、そんなものをたくさんの方に知っていただきたいと思います。ジャズを勉強している端くれとして、私も二課の夢を叶えるお手伝いができたら嬉しく思います。今日も最後までご視聴くださいましてありがとうございました。また次の動画でお会いいたしましょう。See you next time! Bye!